こんにちは。今日は勝手に IWC 検定ということで、 IWC に関する問題を3問出したいと思います。それぞれの問題の間にはちょっとした豆知識なんかも入れ込んでいきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは主に時計に関する情報を発信しています。他にも時計に関する動画をたくさんアップしていますので、ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。それでは早速勝手に IWC 検定を始めていきたいと思います。まずは第1問、IWC の正式名称を答えよ。 1. インベントウォッチカンパニー、発明時計会社。 2. インジニアスウォッチカンパニー、利口な時計会社。 3. インターナショナルウォッチカンパニー、国際時計会社。 4. アイデアルウォッチカンパニー、理想の時計会社。どれもなんとなくありそうで結構難しいですよね。割とそれっぽい選択肢を考えてみました。では、正解がどれか考えてみてください。で、考え中に一つ補足情報なんですけども、世界にはもう一つ IWC と略す組織がありますね。それが International Whaling Commission、 国際捕鯨委員会ですね。まあ、クジラを捕まえて委員会って言ってる組織なんですけども、日本は一昨年脱退しちゃいましたよね。そんな補足情報でした。はい、では正解発表です。正解は3番のインターナショナルウォッチカンパニー、国際時計会社です。意外と単純な感じで拍子抜けしたかもしれないんですけども、それこそが IWC ですよね。余計な装飾はいらないっていうか、無駄に格好つけないっていうか、そんな誠実な感じがこのブランド名からも感じられますよね。で、私はまあ普通に IWC って言うんですけども、割と通な方はインターナショナルとか、インターとか言ったりしますね。ちなみに IWC はスイスの時計メーカーなんですけども、IWC の本社っていうのは、このブランドロゴにもあるスイスのシャフハウゼンっていうところですね。で、それに対してロレックスをはじめ、フランクミュラーもバシュロンもパテックも、まあスイスの高級時計といえばほとんどがジュネーブに本社があるんですね。で、ちょっとここで社会科の地理の話になるんですけども、スイスの大きさっていうのが日本でいう九州と同じぐらいなんですね。で、ちょうどジュネーブとシャフハウゼンは端っこと端っこに当たるので、福岡と鹿児島ぐらいの距離があります。スイスっていうのはフランスとかドイツとか、あとはオーストリアとか、あとイタリアにも面してますかね。ジュネーブはフランスに近くて、シャフハウゼンはドイツのすぐ近くです。で、一体何が言いたいかっていうと、ドイツといえば工業製品のまあ質が高いっていうので有名ですよね。そんなドイツの近くのシャフハウゼンで生まれた IWC もまた、ブランドイメージは質実合健って言われたりしますね。質実合健っていうのは何かっていうと、まあ、国語辞典で引いてみると、中身が充実していて飾り気がなく、心身ともに強くたくましい様ということです。これってまさに IWC の時計のイメージそのものですよね。ちょっと余談が長くなったんですけども、続いて2問目ですね。勝手に IWC 検定第2問。IWC の創業年はいつ ?1. 昭和元年。2. 大正元年。3. 明治元年。4. 平成元年。はい、というわけで2問目もう難問ですよね。ちょっと考えてみてください。海外の高級時計ブランドの創業年っていうのを、まあ、まさかの割引で紹介するこのチャンネルでは、なるべく頭に残りやすくて明日すぐに使える時計の知識っていうのを面白おかしくわかりやすくお伝えしています。チャンネル登録がまだの方はぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。はい、というわけで少々宣伝を挟みまして早速正解発表です。正解は3番の明治元年ですね。1868年です。戊辰戦争、徳川倒して茨牢屋で1868。これで覚えましたよね。幕府が倒れて明治時代が始まった年が1868年です。1868年、今から152年前に IWC は生まれました。ちなみにこの152年前の創業当時に IWC の創始者であるフロレンタイン・アリオスト・ジョーンズさんに時計の工場を貸して IWC の創業っていうのを後押ししたのがハインリッヒ・モーザーさんなんですけども、時計マニアの方だったらお分かりでしょうか。男性向けの雑誌なんかにも最近バンバン広告が出てるんですけども、モーザーっていうまあ時計ブランドの創始者の方ですね。こういった独特な雰囲気の時計の写真を見たことがないでしょうか。私も取引業者さんがつけてるのを一
回だけ見させてもらって、まあモーザーの時計っていうのは本当に吸い込まれそうなぐらい美しい文字盤でしたね。一見するとちょっと奇抜なデザインのブランドなんですけども、実はヒゲゼンマイまで自社で作ってしまうような、まあすごいブランドなんですね。年間で1500本とかしか作ってないので、モーザーの時計自体は本当に結構レアもんですね。 IWC をすでにお持ちの方はぜひモーザーの時計っていうのを見てみると結構惚れ込んじゃうかもしれません。動画概要欄の方に公式サイトの URL を貼っておきます。はい、こんな感じで雑談が多めな勝手に IWC 検定なんですけども、いよいよ最終問題ですね。勝手に IWC 検定第3問。 IWC は現在リシュモンっていう巨大なグループ企業の傘下になってるわけなんですけども、同じリシュモンを親に持つ、まあいわば IWC と兄弟ブランドに当たるのは次のうちどれでしょうか。1カルティエ、2モンブラン、3ダンヒル、4バシュロンコンスタンタン。まあモンブランはボールペンなんかで有名な、まあ、筆記用具のメーカーですね。でダンヒルは、まあ、バッグとかお財布なんかも出してるんですけども、ライターなんかがこうおしゃれでかっこいいですよね。まあそんな感じで最終問題も結構難しめです。答えは一つとは限らないので、まあ考えてみてください。ちなみに4番のバシュロンコンスタンタンはバシュロンなのかバセロンなのかコンスタンタンなのかコンスタンチンなのか、まあいろいろと思うところがあるんですけども、世界三大時計の一つですよね。ちなみに世界三大時計バシュロンコンスタンタンとあと二つをご存知でしょうか。あと二つはパテックフィリップとオーデマーピゲですね。忘れた頃にまた別の動画で世界三大時計聞きますので、ぜひ覚えておいてください。というわけで問題の考え中にまた別の問題を出しちゃうゆるゆるな勝手に IWC 検定なんですけども、最終問題の正解はズバリ全部でした。はい、全部リシュモンの傘下なんですね。そういう意味では今紹介した全部が IWC の兄弟ブランドに当たりますよね。ただまあ兄弟とはいえど単にリシュモンに買収されたもの同士っていうだけなので、このあたりの兄弟ブランドよりも先ほど紹介したようなモーザーとかの方が IWC に似たスピリットを感じる時計に出会えるんじゃないかなと思います。はい、今日はそんな感じで勝手に IWC 検定ということで IWC に関する問題を3問出してみました。全部解けたでしょうか。残念ながら間違えたよっていう方はぜひこのチャンネルに登録して一緒に楽しく時計に関する知識っていうのを蓄えていきましょう。見事に全問正解したよっていう方は、まあ時計マニアとしてぜひこのチャンネルを登録して引き続き応援していただけたらとっても嬉しいです。ブログの方でも YouTube と並行して情報発信をしています。動画概要欄の方に今回の動画に関連するブログ記事っていうリンクを貼っていますので、そちらからぜひブログの方にも遊びにいらしてください。あとは今回の動画に直接関係することじゃなくても、ご質問とかリクエストとかありましたら、ブランド品、時計、宝石に関することであれば私答えることができますので、ぜひコメント欄の方からお気軽に入れてみてください。動画投稿の励みになりますので、グッドボタンをポチッと押していただけるととっても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。